ちょっと待ってよ。甘酒を。今日もやっぱりこういうこと。はい。うちもずっとお世話になって毎日撮ってくれふがりさんって名前珍しいですよね。珍しいですね。これなんかきっかけあったんですか。うち12年なんですけど、僕が太ってたんです。奥さん痩せてるんで、まあ、服とガリで、まあ、ふがりっていう、ただそういう単純な発想なんですけど。さあ、これカレーですか。そうです。一人でフィーリング作ってるんですけど、手作りのものをということで、さっきはコロッケなんかも最近は精肉屋さんに手作りのものを作ってもらって、カレーパンですか。そうです。一番あのカレーパン好きとしては一番美味しいタイミングで。ありがとうございます。ロシアンプリンのパンを作るようになったきっかけ。はいはい。今日奥さんがアレルギーになっちゃって、それで奥さんすごいパン好きなんですよ。また食べさせたいなと思って、パンをね、で米粉パンをなんか独学で勉強して作りました。玄米粉と米粉。そうです。多分今では分かんないんですけど、米粉を持ってくればこれがやっぱ茶色いって、あ、玄米だなって分かると思う。こちらが普通の米粉です。全然色合いが違います。そう、うん、こうやって少し入れても多分違うと思うんですけど。全然色味が違いますね。
でも玄米粉を入れると玄米粉の粒子が細かくてまたこれもつながりやすくなるし、焼いた時に香ばしくなるんですよね、玄米粉を入れると。グルテンフリーを始めましたっていうね、あと米粉に、興味があってとかっていう人が多かったですね。あるんですか。はい、これが最初の食パン。最初っていうか、まあ、一番最初焼き上がったやつなんだけど、これが1種類とこれが2種類目。
ごまですか。これはね、上が白ごま、中が黒ごま。うちではサンドイッチとしてご提供させていただきます。3ぐらい食べてってもうお腹いっぱいだって。てるのってコロッケですか。コロッケです。コロッケも手作りでしたよね。そうです。コロッケは精肉屋なぎ屋さんという超一流の肉屋さんが手作りで作ってくれていて、パン粉がうちの食パンを使ってくれます。
ちょっと結構よく来られるんですか？そうですね、まあ、だいたい週1回、土曜日か日曜日の朝、まあ、昼ぐらいに食べようかなということで、はい。ちなみになんかおすすめのメニューありますか？そうです、米粉のパンに最近このお店で知ってハマってまして、はいはい、このパンを買いに来ています。美味しいですか？美味しいです、はい。ちなみに今日はどんなパン買われましたか？今日もやっぱりこのパンと、はい、買って、はい、今日は何を？福チョコ。福チョコ、はい、と、福ガリとカンパニュ、カンパニュとカレーパン、カレーパン、メロンパンが。ね、なんかこちらはね、そのカフェさんがオープンするときにそのメニューの中にってことで、そのカフェさんだけにしか卸していないパンで、お店でも売ってないです。これはこの辺のマンゴーフルーツサンドとかに使われてるパンは、タックガリさんが、はい、うち用にオリジナルに焼いていただいてるパンです。はい、あとこのパニーニっていうのと、フレンチってですね。どうですか、はい、ガリさんのパン。そのまんま買いたいっていうお客さんが結構いらっしゃって、でどこで売ってるんですかって言われるので、作ってもらってるのは福ガリさんなんですけど、はい、でも福ガリさんでは売ってないんですよっていうお話をするとすごく皆さん、残念って言いながらうちの買っていってくださるので、 でも多分その後福狩りさん行きましたっていう声もいただくので、なんかお互いにこうプラスになれてるのかなと思って、はい、はい、すごくありがたい。ずっと8年ぐらい。そうですね、もうオープン当初にこのパニーニをやりたくて、冷凍のパンをよく業者さんで販売されてて、うん、5、6社取ったんですけど、やっぱりいまいちで、うん、でダメ元でちょっと行ってみようって福狩りさんの門を叩いた感じです、はい、みたいです。そうなんです。そしたら快く引き受けてくださって、うん、その時も何種類か作っていただいたりとかして、でどれも美味しかったんですけれども、ね、うん、やっぱりこれが一日経っても本当に美味しくて、はい、ずっと子供たちが0歳の時から保育園通ってる時から通わせていただいてたので、はい、ありがたいです。嬉しいですね。うちもずっとお世話になって毎日取ってくれる、はい、そうですね、はい、